で空手指導者である東京都葛飾区出身。帝京高等学校、国士館大学文学部卒業。同大学院スポーツシステム研究科修士。家庭修了。井上杯と登流喜び深海宗主。井上慶美に指示。身長は159センチメートル。段位は3段。種目は型。帝京高等学校、国士館大学文学部を経て。 鳥取県教育委員会の職員として勤務していた。2011年、サンライズジャパンのメンバーに選ばれた。2012年の世界空手道選手権大会、優勝を花道として、2013年3月5日に、現役引退を表明。その後は指導者の道を歩むべく国士館、大学大学院へ進学。2015年3月、国士館大学大学院を卒業。 同年4月より、国士舘大学の空手道部専任コーチに就任。また、空手道のオリンピック正式種目採用に向けて、全日本空手道連盟から2020、空手アンバサダーに任命された。2015年7月より、北斗の CM に出演。2018年7月、武道をコンセプトとし、空手の形とフィットネスを融合した、女性専用スタジオ。 BIF by エナージーに公式アンバサダーとして参画。2021年5月15日、全日本からテド連盟への理事会の決議により、日本代表の協会委員長として選出され、同日付で就任した。ありがとうございます。